はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますが、今ねレートが5470なんですよ。で今日ねもしかしたら未だ到達したことのないね5500台到達できるかもしれません。それじゃあね早速第一戦目やっていきますか。これはね全員レートがね下の方だったんですよね。お、なんかみんなやられてる声聞こえるね。これはやっぱ上が正解やったんじゃない？ほらほらほら、いや、あれちょっと待って、危ない危ない、アイテム取らんでいこうかあのノコノコはめっちゃ危険だよし、それじゃあこの土管に入っていきます。いや、みんなね、下にいるんですけど、お、やったやった、猫、これは熱いよ。あ、もう速攻5500台行く感じ。ちょっと待って、めっちゃ速いな、めっちゃ速いぞ、みんなめっちゃ速いぞ。どうしようこれ、ほっほっ、あ、なるほど、そっちか左に行くパターンね。オッケー、分かった。え、なんでみんな知ってんの？え、なんでみんな分かんの？ちょっと待って、よし、オッケー。え、キノピオうまいな、キノピオめっちゃうまい。ってか、なんか知ってるのか、もしかして。よし、オッケー。いや、ここで、いや、それちょうだい。やっぱくれないよねやっぱくれないよね。じゃあこのまま右に渡っていきます。うらっ、いや、キノピオ行ったから、まだゴールはもうすぐありそうな感じだね。これは負けたかな、キノピオに。クリボーが邪魔すぎて草クリボーが邪魔すぎて草。おし、オッケー、やった、ごめんキノピオ、投げていい。あ、なるほど、ここに行かなきゃいけないのね。よし、オッケーオッケー、おりゃ今ナイスだったよねキノピオ、僕助けてあげたような気がしたんだけど、このまんま、よし、あと1回、あと1回ですけど、このつららがマジで危ないんだよな。ちょっと待って、キノピオ、やっぱりそうなる。ちょっと待って、キノピオ、そこゴールっぽいけどさ、ちょっと待って、ルイージが来てまらっしゃいますね。じゃあ、僕はあのキノピオですね、追いかけていきましょう。ルイージがマジで危ない、ルイージがマジで危ない、多分攻撃してくるパターンの人でしょ。もうなんか、殺意感がすごいもんね。なるほど、ここはどんどん上に渡っていくパターンね。そこは猫の方が遅いんじゃないか、多分普通の、もうこの普通のやつの方が多分早いと思うんですよ。よし、オッケー、でも僕は猫になっていきますねよし、でこのまま上に渡っていきます。結構長いね、このコース。まだ勝てるチャンスはなかったなありがとう。いや、でもさっきのコースいいコースだったね、めちゃくちゃ楽しかった。久しぶりにね、あんないいコースやった気がするな。やっぱりみんなでバトルってさ、結構一発ネタ来るじゃん。その中でもね、ああいうコースっていうのはたまに出てきたらめちゃくちゃ楽しいですよね。いや、よろしくよろしく。え、誰、なんか知り合いの方ですか、知り合いの方ですか、誰、キノピオさんですか。明日7000戻す。あ、なんか見たことあるねこの人、多分リスナーさんでしょ、多分そんな感じと思うんですけど、多分さっき挨拶してきたよね。まあリスナーさん、いや、めっちゃうまくやったキノピオ任せよ任せましょう。まあゴールあげるよね、リスナーさんの方だったらね、ゴールあげます。そこはキノピオ欲張らない感じだね。僕だったら多分スタートってあー落ちたとか言ってる気がするんですけどね。そのキノピオは僕にゴールさせてくれるんでしょうか、どうなんだろうね。お、これはどうするキノピオ、どうする、どうするキノピオ。いいよ、ゴールしていいからね、ここまで連れてきてくれたんだからゴールしていいってね、ゴールしてきていいって、なんか誰か分かんないけどさ、ゴールさしてあげます多分リスナーの方でしょ。だいたい開幕早々僕のところに来てね、キャラクターをしゃがませる時っていうのはリスナーさんの方が多いんですよ。っていうか明日7000を戻すさんいるねまあ実力で勝ちたいね、今度は実力で勝とう。バーサスバトルない、なんこれ、レイニーバトル、ラリーバトルか、ラリーって言いますと、邪魔リスナーさんを僕蹴っ飛ばした、もしかして僕リスナーさんを蹴っ飛ばしたでしょうかよし、オッケー、まあリスナーさんだったらとってもいいでしょう。さてここはラリーバトルって、なるほどそういうことね、ラリーがいっぱい出てくるってことか。これ上からいけないかな、これさ、3段ジャンプで上から行けそうじゃないね、ちょっと僕3段ジャンプで目指してみます。よし、オッケー、ほらほらほら、ほら、ごめんなんかリスナーさん勝たせていただきました。あ、せめて待っとけばよかったな。さて目の前に餌があるとですね、ちょっと待てなくてすぐゴールをしてしまった僕ですけれども、
またいるね。明日7000戻すさ。次こそは待っておきましょう。試作品ミンバトリオコース、50コインを1枚取ってからゴール。やっぱバトリオコース来ましたね。このキノピオさんにはですね、勝てる自信はないんですけれども、よし、それじゃあ開始。あれ、あ、おお、ビビった。さて、これは僕どっちだったっけ、マリオだったっけ、ルイージだったっけ。ちょっと待って、 ルイージだね。オッケーオッケー、よし、オッケー。これは結構得意ですよ僕。よし、でこのまましゃがむ。オッケーオッケー、ジャンプ。いや、これで勝ちたいね。ここで勝ちたいと思うし。よし、マリオよりだいぶ早い、マリオよりだいぶ早いけど、やっぱキノピオ早いな。このまま右に行って、なるほど、ここでリンクが出るのか、それは分からなかったよ。にょりゃ。よし、ヘッ、一番遅い、一番遅いパトゥーン。マリオめっちゃ速いな。マリオそれいいね、マリオその技いいね。なるほど、ここで、うわ、なるほど、ここで一回で、ね、出しておいて、このままチャップ。よし、 OK。 うわ、勝てる自信ない。もうない、あの二人がいる、しかもキノピオいるでしょ先に。これはもう勝てる自信ないな、僕なんてまだまだっていうことがね、このミンバトルのね、もう噛みまくったけど、バーバトルをやったらね、うん、まだまだっていうことね、面白されます。はい、やべ、誰がいるとか全く見てなかった。誰がいるとか全く見てなかったけど、まあいいや、このまま渡っていきますか。いや、一番最初取れた、熱いね、激アツ激アツ、ゴッゴッで、ジャンプ。よし、このまま渡っていきます。よし、オッケーと思ったけど、これ僕下から行くか、下の方が正解でしょこれきっとね、下の方が熱いと思うね、下、よし、上や。上の方が全然危な、危ねえ今の。ここは中間ポイント取っておいて、でかくなれるね。キノピオは行ったかな、なんかね、やられたような声聞こえたんですけど、あれは違うのか。うわ、キノピオめっちゃ速い。なんかさ、このニューパー、ニューパーじゃねえや、このニュー、もうなんで、なんでそんなことすんの。しかもさ、ここ上行けない、あ、上行けた、やったやったやった、よし、飛んでいきます僕。うわ、これ熱くない、これ激熱でしょ。よし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 、よっしゃ。ここでどんどん先に行きますね僕。おいー、これズル技、めっちゃズル技。おいー、さて、非常に楽しそうなコースでした、でした。もう過去形になってる、もうやってる気、やってる気になってるで僕、今から始まるっていうのにね。さあ、これ僕ピンクコイン取っていきますね、ちゃんとピンクコイン。ちょっと、あ、待って、まずい。よし、一人で青に行きます、一人で青リフトに乗って、この一人でドクロコースターに乗っていきます。これさね、みんな前で争ってるでしょ、こうやって一人でね、こう悠々優雅とね行く方がいいんですよ。もう、待って、あー、なるほど、そこにスネークブロックがあるのか。オッケー、っていうことはあのキノピオさん行ったんじゃないかなね、多分キノピオさん行ったよね。僕も乗してね、僕も乗してね、みんな争わないでね、これ投げれないからいいよね、みんな安心だね。でもさ、もうキノピオ乗っちゃってるんだよね。おー、ちょっと危ねえ危ねえ危ねえ、よし、オッケー。あ、これ踏んでいけそう。あ、ありゃ、これはキノピオは、キノピオはどうした。鍵、鍵いるよ、ルイージ鍵がいる、マジかよ、どうしよう、うわ、戻れないじゃん。ナイス、オッケーオッケー、踏めた踏めた、やった。いや、たま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 ブロックがいい感じで、あっ、ちょっと待って、来た、あっ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。